いて。ちょっと待ってくれるみんな。なんかこれやることが一項目増えるといろいろと大変だこれ。あ、ちょっと待って、なんかいろいろ燃えてる。いろいろ燃えてる。ちょっと待ってくれる？画面が燃えてる。画面が変わらない。なんで？俺いねえし、あ、いたいたいた。俺いたし、これ。よいしょ。あ、一回下に下がった。よしよしよし。あ、こんばんは。こんばんは。でもなんか恥ずかしいんで、慣れるまで多分すぐ消えると思うわ。とりあえずこんばんは行きますか。こんばんはください、皆さん。こんばんは。こんばんはください、こんばんは。よいしょ。アリアこんばんは、ポンコツゆきさんこんばんは、リサおばん、スイこんばんみ、ライちゃんこんばんは、あつけの上に気にしないで、デイジーこんばんにゃ、モエノンこんばんは、にゃんここんばん、にゃんここんばんにゃ、クスケこんばんは、山田こんばんは、ゆりちゃんこんばんは、すずこんばんは、ななこんばんは、はなはなこんばんは、アルフこんばんは、猫こんばんは、みここんばんは、セリーこんばんちゃっすー、ま、にゃんまこんばんは、バラガールこんばんは、ゾロこんばんは、セリューこんばんは、カタカナマンこんばんは、アリスこんばんは、サラこんばんは、太郎こんばんは、カズコこんばんは、ケーヌこんばんは、セロリこんばんは、カタカナマンこんばんは、ケンゴこんばんは、トアワコツこんばんは。うん。あのみんながさ、それ絵文字が増えたのはみんながほらね、あのメンバーシップにね入ってくれてたからさ、だから増えたんですよ。なんか増えるんですよね、なんかだからこう、すごいたくさん作ってたんだけど、そう、その これね、俺の机の上にあるやつね、これです、これがね、これが増えたんですよ。おきゃちゃんこんばんは。そう、でもこれどこで使うねんっていう。これどこで使うねんっていう話なんだけど、まあでもほらやっぱせっかく書いたやつだしさ、そう。いやちょっと恥ずかしいんでね、ちょっと僕慣れてないんですよ、まだ。ほんとこの環境にほんと慣れてないんで、許して。許してくれ。あ、ご祝儀、あ、ありがとう、ありがとうございます、ありがとう、たこ焼き。ありがとうございます。もう、ナイスパー、ありがとう。みんな昨日たくさんねメンバーシップ入ってくれたり、あとはそのなんて言うんだろう、おらっここんばんは、あ、僕です。あのメンバーシップ入ってくれたりね、スパチャもたくさん投げてもらって、もう嬉しいですよ。あとあのメンバーシップのね、限定の配信もね、ちょっと近々やりたいんだけど、まだ慣れてないからさ、ちょっと慣れるまでちょっともうちょっと待ってて、でメンバーシップの入れるように、あの入れなかった方とか、あとなんかいろいろ入りたいなと思って、ちょっとでも思った人は俺の概要欄から入れるんで。アニャンこんばんは。そうなんですよ、せっかくみんなね、500円ってやっぱ高いんですよ。500円は高いからさ、やっぱそれね、せっかく高いお金を月々払ってくれるから、やっぱそれなりのちゃんと面白いなんかやりたいんだけどね、何をするかわかんない。例えばホラーゲームっつっても、ホラーゲームはちゃんとメインでやってるし、なんかねホラーゲーム以外でもなんかメンバーシップ入ってくれた人限定になんかちょっと面白そうなゲームを持ってきたりとかね。マイこんばんは。そう、やるかゲーム、ほんで。ほんでやるか。これ俺ちょっと紹介できなかったんだけど、あ、デッドバイデイ、あ、いいね、そういうのもいいね。あ、消えた、俺の
俺のおじいちゃんが消えた俺のおじいちゃん消えた。ちょっあれどこ行った。オニポテこんばんは。あいたまあいいや、こう置いとこ水こんばんは。あそう、これ紹介できなかったんだけど、顔がね、実はね、変えられるのこれ。これ顔がね、あれ変わんない、あれあれ あれ変わんない、変わん、あれ なんで変わんね、あれあれ変わんない、ちょっと待ってくれる、あれ変わんない、あれえ、皆さん残念なお知らせです。あの顔がね変わるんだけど、なんかこう困った顔とか泣いてる顔とかはあるんだけど、なんか変わんなくなっちゃった。うん、まあいいや、とりあえずゲームしようぜ。それはいいけど、いやなんかあれ変わん、なんで変わんないの、ちょっと待ってくれる、なんか悲しい顔と困ってる顔とかあるんだよ、これかな、寝てるやん俺これあ、昨日マシオちゃんとこお邪魔したんだ、多分この顔、じゃあ多分寝てるんじゃなく俺の目が細すぎて多分反応できてねえんだな多分これはあれん、ごめん、なんでもない、気にしないで、多分目開いて、目開いてないから多分目つぶってるように見えちゃってんだこれなんとかしときます。はい、でゲームしましょう、ゲームね、ゲームしときましょうレイヤーこんばんは。あ、口が変わったんだけど目がね開かないから、あの目がねちょっとめっちゃ目開かないと多分変わんないんだと俺が寝ただけみたい塩玉ごつ、あの目めっちゃかっぴらいてんだけど、これすごい目開いてんだけどね、これで多分変えられる、ちょっと待って、これでこの目かっぴらいた状態で、あ、なんか過労して眉毛が、せつり、わこつ、あ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 、いける、岩崎わこ、あ、これ、この顔、この顔じゃないか、困った顔、この顔じゃないかで、これが、これ困った顔、ん、ちょっと待って、眉毛が、どっちが俺の本当の眉毛これ、あれ変わんなくなっちゃった、あ、待って、顔は変わりません、どうすればいいですか、な、治った顔が、ちょっと困りましたね、これおなぎわこつ、困りました、顔が変わりません、顔が変わんなくなっちゃった顔が変わんなくなったちょっと助けて、黒羽こんばんはゆりか、顔がここは変わんなくなったんだけど、ずっと、あ、治った、な、多分これあれ、これが多分本当の顔か、よしシロこんばんは。はい、じゃあゲームしましょうね。今日のやるゲームはですね、今日のやるゲームは日本のホラーゲームですね。じゃあ画面を切り替えましょうか。りょうかこんばんはね、画面を切り替えましょう。ちょ、慣れるまでちょっと時間かかるな、これな。慣れるまで時間かかるな。ちょっと待ってくれる？よいしょ。ホラーゲームやりましょう、ホラーゲームね。よいしょ、これかな？じゃあ、ページを変えますね。さあ、皆さん、部屋を変えますね。部屋を。はい、ドーン！俺暗プンちゃんはこつ、ミルクマこんばんは。俺暗すぎ俺見えなくて、なんかいや、いるここ、右下いる、右下にいる、ちゃんといます、右下に。見えない、ちょっと待ってください。多分これね、あの多分これあれですよ、皆さんね、これ例の懐中電灯とか
使わないと多分見えないどこここ右下に聖人もモコもこんばんは。じゃあちょっとこれで明るさを変えましょうね。もはやもう多分俺の存在が多分分かんなくなってきた。この暗さによって懐中電灯つけないと多分見えないやつステステちょっとじゃあ画面を変えますね。こうかな。よし、明るいとこ行ったら俺が映る。変わんねえこのこれ多分真っ暗だったらおそらく多分もう見えてないんだよ、もはや俺の姿は。もはやちょっととりあえずじゃあとりあえずやりますか。あ、そう、ページの概要欄も見なきゃいけないんだね。ね、このゲームのページの概要欄を見ると、俺ちょっと待ってくれる？なんかね、日本語で、これ日本人が作ったホラーゲームなんですよ。和弘さんっていう方が作ったゲームで、一人称視点で廃墟探索を行うゲームらしい。で、このゲームは一部ショッキング、あ、これ違うな。なんだろう。あ、でも書いてないな。書いてないね。なんか廃墟を探索するホラーゲームらしい。で、森塩がされてるらしいよ。森塩。うん。じゃあ始めましょう。これなんて読むの？イヤーピ。イヤーピ。イワーピ。わかんねえ。イヤップ。イヤップ。あ、プンちゃんありがとう。ミキシーもこんばんは。バンちゃん、なぜ V の明るさそんな、ね、ま、今からやるから。はい、始めよう。明る、どうせ部屋行ったら明るくなんべ。ありがとう。かわいい。フラッシュライトある！よかった、俺これ多分懐中電灯なかったら終わってたわ、このゲーム。ラブポン、こんばんは。俺の存在が多分ほぼほぼ消えた。あ、映った、どう？映ってる？どう？映ってる、映ってる、ほら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 。いるでしょ、俺。ほら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 。ちゃんと懐中電灯つけると、俺いいよ。でもこの辺行くと俺暗くなる。いる、そこにいるね。これ、あ、音ないけどいいのかな。じゃあとりあえず探索していきましょう。自宅？でもなんか廃墟って言ってるけど、なんか廃墟って言ってるけど廃墟じゃないよね。なんかどっちかっていうと普通の家にお邪魔しましたみたいな感じじゃない。うん、仮面はこっち。ゲームと同化してる。あの懐中電灯つけたら俺が明るくなるみたいな。普通の家っぽいけどね。空き家？ちょっと待ってね。これ音出てないんだよな。もうちょっと音量を上げてみる。まあいいや、とりあえず探索しますか。これはズームアップができないみたい。しゃがみもできない。歩くだけだわ。あ、聞こえる。ほらほら。どう？歩く音聞こえる？聞こえるわ。じゃあとりあえず探索しますか。もう完全に不法侵入ですよね、これ。どう見てもこの部屋の構造とかいろいろと見て回るか。廃墟じゃないよね、これね。チョコボ、和骨。あ、音小さい。もうちょっと上げる？音もうちょっと上げようか。ポンちゃん、こんばんは。どう？あ、そうそう、スーパーチャットっていうかメンバーシップっていうのをね、初めて始めたんだよね。まあみんながね、こう、なんだろう、結構500円って高いから、お金がやっぱそれなりにちゃんといい配信をできるように、今以上これうわ、あ、これ懐中電灯左クリックだ足音わかんない、聞こえない？足音。よしよしよし。とりあえずじゃあ入りますか。俺これ E ボタン。これ廃墟じゃないって絶対これ。うん。あ、ゆいばんちゃん。廃墟じゃないよね。なんか俺絶対人ん家入ってるやん、これ。人
人ん家入ってるよ。普通の家だよ。空き巣みたいな。なんか呪われた家、呪われた。散らかってるね。怖っ。絵がある。これはなんで誰の部屋なこれ。エアコンがあるじゃん、ちゃんと。夜逃げ？夜逃げした後っぽいのなんかね。だってこれ見て。どう見てもらってこれさ、普通に慌てて外出たっていう感じじゃない？夜逃げした後の廃墟みたいな感じなのかな。俺の家？俺の家じゃないね。俺こんな豪華な家住んでないよ。安全地帯。うわ、懐かしい、このセロハンテープ。目的が分かんないね。とりあえず目的が分からない。ティッシュがある。あ、ウォーターサーバーあるよウォーターサーバーある。どう、足音聞こえる？一応歩いてんだけど。なんだこの家。電子レンジ。この家だったら暖房っちいらないかもしんないね。誰もいねえしな、しかもんでね。うっ、なんだ、え、なんだ。はるくんこんばんは。何、いや、わかんねえ、なんの音今の。わかんねえ、なんの音なの今の。なんか、スーン、スーンと音したけど、椅子の音かな。多分これ怪奇現象が起きてんだよ。もうやべえって、みんなこれもう帰ろうか。多分怪奇現象が起きてんだよ。ちょっとこっち行ってみるか。ちょっと日本の和風ホラーゲームって言えば怖いな、すでに。そうそう、すでに怪奇現象が。めっちゃいい冷蔵庫使ってんな。まだなんかあんのかな。めっちゃいい冷蔵庫使ってる。てかこの家何気に金持ちだよね。落ちてる？右下に。え？なんか落ちてた？スリッパしかないけど。壊れたから持って帰ろう。そう、俺冷凍庫の冷凍室壊れてるから持って帰る。でもこれどうやって持って帰るのこれ。俺の家の、いや、俺の家の冷蔵庫はあれの2分の1ぐらいしかないよ。ちょっと待ってか。あ、なんか突っかかるんだけど足に。違う部屋行こう。お、青葉箱つ。部屋狭くて、まあそうだね、多分入り口入んないんじゃないかな。多分突っかかんじゃねえか、多分この辺に。ところで森塩はどこにあんの。森塩、森塩がないんだよ。森塩、なんかこのゲーム森塩されてるみたいなんだよ。で、森塩ってさ、まあ怖くね、リアルくね。今までさ、森塩されてるホラーゲームって見たことないよね。電子レンジ持って帰んの？知らないかな。ぼっちこんばんは。自分のクーラー壊れて水が漏れてんの？まあみんないろいろ壊れてるよね。自分のとこ、いや、俺は、俺の玄関には森塩はないけど。森塩あるとなんかあるのかな？ねえ、怖いよね。あ、でも玄関には森塩ない。あ、あれ？これか？あ、なんだ？違うんか。なんか盗んで帰るの？悪いの出てるって悪いの。ねえ。悪いことすんなって言ってるんじゃないの。ダセーことすんなって言ってんの。森塩って部屋の隅っことかにあるんじゃないの。なんだっけ、玄関に1個と、各入り口になんかあるよね。ユミこんばんは。ドアの前に必ずあるみたいな。入り口に必ず設置されてるみたいな。トイレットペーパー持って帰ろうぜ。トイレットペーパー持って帰ってどうすんの？ね、階段の下とかね。そう、お札とかあるイメージ。床に置いてあるトイレットペーパーやだ。確かに。え、でも俺よくこれ踏ん張ってる時にさ、このトイレットペーパーの芯で、あの手のさ、甲の真ん中に当てて寄り目して、俺の手の穴が開いてるーす多分それやってんの多分俺だけだべ。うん。多分俺だけだった。すまん。許して。新聞紙が下にあるのよくわかんない。え？
え、知らないの？どういうこと？トイレットペーパーの芯ってさ、真ん中穴開いてんじゃん。で、手のひらのさ、なんかわかる？あの手の端っこらへん、ちょみんなね、ちょダメだこれ、ちょみんな説明が必要だこれ、説明が。これちょみんなに説明しなきゃダメだなこれ。ここぞとばかりにその顔、その絵文字が使えるのいいねそれね。ちょ僕ちょっと説明するんで、ちょ見てもらっていいですか。わかんない、じゃあわかる、わ、ちょ待ってください、ちょこれ見てもらっていいですか。ちょごめんなさい、ゲーム途中なんですけど。え、いいですか皆さん。あ、間違えた、これじゃねえ。こっちじゃね、逆逆。いいですか皆さん、いいですか、よく見てくださいね。いいですか。あのですね、トイレットペーパーの芯って、竹のりこんばんは、まあ、こうなってるじゃないですか。こう。こうなってるじゃないですか、トイレットペーパーの芯って。こう。ここになんかこう、空洞が開いててね。こう空洞が開いてて。これ、ここまではわかりますよね。そうそうそう。で、手のひらを、これ手のひらなんですけど、手のひらなんです、これ手のひらですね、手のひらなんだけど、ここにね、トイレットペーパーの芯を、あ、違うな、ここにね、トイレットペーパーの芯をここに当てるんですよ、ここにトイレットペーパーの芯をまっすぐにした状態ね、これ上から見た、で、これを寄り目にしてみてください。そうすると、このトイレットペーパーの芯がなんと皆さんの、ね、皆さんの手の真ん中に穴が開くんですよ。いや、これ、ガチ。これ、ガチ。これ、ガチです。ストローでもできるか。でも、ちっちゃくてあれかな。いや、できるんだって。本当なんだって。できるから。トイレットペーパーの芯をここに当てるんだからね。で、寄り目になると、ここに穴が開くんですよ。やってみてよ、本当に。嘘じゃないもん、ほんとだもん、やってよ、ほんとだもん、やってください。ちょっと今度やってみて、マジほんとだもんだって、マジだもん、ほんとマジ。それトイレでやってる。そうで、おーすごいっつっておーすごいっつってやってる。ちょ、一回試しにやっても、や、寄り目できないの？お、びっくりした。なん、寄り目ができない、それ困ったね。そんなことよりも早く進もうぜみんな。あれ？あ、これ一周した？もしかしてこれ。なんか一周してるっぽいな。一周したな。トイレしか見てないぞ、俺。うん。トイレでそんなことやってる。あと、バキの漫画読んでる。ぐるってきたね。これか？あ、ここは開かないみたい。もうこれ探索終わりくね？ね。もうないよな、もう。これ2回上がれる？これ2回上がれる？上がれる。ん？書いてある？これ見える？みんな。暗くて見えないかな？これ。2階に上がるなって書いてあるよ。しかも薄く。2階に上がるな。上がるなって言われたらな、上がりたくなるわな。幽霊さん、今から会いに、あ、森塩だ、ついに見つけてしまった。しかもここにこれ入り口じゃないの？入り口じゃないのこれ。森塩って大体入り口の奥に、何これ真ん中に置いてあるんだ。しかも上がっちまったし、俺これ。森塩あった、森塩。や、山崎こんばんは。森塩。ああ。舐めてみる？森塩。どんな味するんだろう。粗塩かな。おお、森塩だ。ここにあるってことは、多分階段でなんかあったんだべやな。蹴っ飛ばしたらダメでしょ、森。やばいでしょ、それ。ちょっと待って、戻んなくなっちゃった。あ、戻った。オッケー。ゴキブリ？いや、俺、踏みそう、俺、怖い。2階になんかあんのかな？
っくりした、人の顔かと思った。違うこれ、怖っ、びっくりした。なんか顔が覗いてんのかと思った、一瞬。びっくりするよね。ね、これ、あ、絶対悪意あるよ、これ。こんなん怖いよ。目と目が合う。怖いよね、何これ。このさ、何にもないこの音がマジで怖い。こっち行きますよ。これ誰の部屋なの？これは寝室かな？寝室っぽくない？寝室っぽいな。本当に廃墟なのかな、これ。セロテープめっちゃあるな。あ、俺の方が絵うまいな、これ。ベッドだね。ベッドがある。セロハンテープに セロハンテープに反応すんじゃないよ。セロハンテープぐらいありますよ、人に、人の家行ったら。三面鏡ってあんまよろしくない鏡なんでしょ？これ。めちゃくちゃ怖いって言うよね、これね。どっこい？いやいや、俺の方がうまいから。俺みたいな、いやいや、俺の方がうまいから。もう芸術やで。芸術。あ、ここにもあった！あれ？これさっきあった？この盛り塩。れ？さっきこのここに盛り塩あったっけ？そうだよ。三面鏡は、丑三つ時2時とか3時ぐらいに見ると、なんかあの世に引っ張られるっていう話だよね。あ、俺見てなかっただけかな。あ、さっき下見てなかったんか。ティガワコ、こんばんは。顔の絵ばっかで見てた。あ、そっか、俺まっすぐしか見てなかったんか。これ電気通ってないね、これね。もう完全に電気通ってないわ。なんでこんな上にコンセントあんの？ひいばあちゃんも三面図。俺の家の実家のね、おばあちゃん家にも三面図あったよ。そう。そうそう、三面図ね。映すと、こっちじっと、しかもあの世の自分の顔が見れるみたいな話になってたよね。にゃか、こんばんは。トイレは、これで部屋 OK か。やめて、今隣に三面図あんの。三面図って言っちゃった。三面鏡だ。化学基礎。生物基礎。これは何の家なんだろうね。あ、ギターあるやん、ギター。これはどういった家なんだろう。ここで一体何が起きてんの？まあ、でも結構その古い家なのかな。ビデオテープとかあるからさ。三面鏡？三面鏡ですね。多分、その、なんだろう。あれじゃないかな。なんか、絵を描く人の家みたいな感じ？ここは。ギター弾いてみて。ギター？ハギターだったら弾けますよ。とりあえずこれで終わり？探索は。そうそう、画家の、なんか芸術家っていうか画家の家なんじゃない？とりあえずこれで終わりっぽくない？もうなんもないもんね。じゃあ一回戻るよ、俺下に。なんもないんで、下に戻ります。セロハンテープなかった？え？本当？マジ？たまたまなかったんじゃなくて？ここに1個あるでしょ？盛り塩は2つしかない。あ、この部屋にはなかったってことか。あったよ、黒いやつ。え？黒いやつがあったってどういうこと？何黒いやつって。なんかあった？ゴミ袋だったらあるけど。三面鏡で合ってるの？
鏡じゃなくて、うん、机の上に黒い台のセロハ、ああセロテープの話してんの、何を見つけとんのこのゲームあれやで、セロハンテープ見つけるホラーゲームじゃないぞ。とりあえずじゃあ下行きますよ。三面鏡ね。みんなすごいセロハンテープ見つけるのうまいよね。どういうこと？あ、待って、俺こっち行ってないや。こっち行ってみよう。森塩はないみたいだよ。ほら。うちの同じのあんの。俺ちっちゃいやつだったら持ってるよ。セロハンテープ。これ？お風呂場か？セロハンテープは？いや、あの、この部屋にセロハンテープあったらちょっと怖くねえか？誰がお風呂場でセロハンテープ使うやついんの？セロハンテープ見つけるホラーゲームになってる。怖っ！ちょ、怖いってこれ。お風呂場怖いね。これこのタイプのお風呂場なんだ。鏡はとりあえず何も映ってない。多分子供がいたんだろうね。子供がいて、アルファベットあるもんね。映ってないよ。俺は映ってない。なんもない、ここ。夜逃げしたってことは、よほどのことがあったんだろうね。なんか塩コショウ入ってるけど。あ、こっちは洗剤か？物件がめちゃくちゃいい物件。あれは、あれ人の顔か？あれ人の顔？それともそういう風に見えてるだけ？ん？あここんばんは。あ、あれ人の顔だ！コナン君の犯人みたいなやついた。俺物かと思った、あれ消えた。ちょいちょいハート押してんの誰今ちょいちょい誰か俺のなんか俺のコメントでハート押してる人いるよね。俺めっちゃ見えてんでそれはいはいはい。なんか俺のね画面にね 100点やらハートやら顔文字やらめっちゃ飛んどるでこっちにも映るようになったんだよ。そうそう見えてる。めっちゃニコニコマーク連打してるやつめっちゃ映ってんでそれ画面の。見える見える見える。見てみる？みんながどんな風に映ってんのか。あのね、こんな風になってる、これ。あ、ちょっと待って。なんかね、こんな風になってる。ほら。ほら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 。これが常にこれなんかブグボロロ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 ロになってる。なかなかにぎやかな。そうそう、俺の画面で超映ってる。どれ？ちょっと違うとこ行きますか。そうそうそう、めっちゃ見えてるよ。ところでさっきの黒いコナン君の犯人はどこ行ったの？そうそう、めっちゃ見えてる。なんか前はね、スマホしか、iPhone しか映んなかったんだけど、今回パソコンでも映るみたい。おたつこんばんは。そうそうそう。まあ全然いいんだけどさ。ね、押せるものは押しとけ。とりあえず何でもいいんだよ。とりあえず押せるものは押しとけ。みめこんばんは。さっきのコナンの犯人どこ行ったんだ？さっきのコナンの犯人どこ行ったんだろうね。今日は廃墟行ってるんだけど。だあ！トリマこれで弁当。ああありがとうカメンちゃんありがとう。ありがとう弁当食うわ。ありがとうナイスパありがとう。畳だ。今度は。畳来た畳。
さっきの黒いのが混じっててもおかしくねえな、これな。見て、ほら。あ、でもここしか映ってない。映ってないね。セロテープあるかな？セロテープ探せみたいになってるよ、これ。ないね。セロハンテープないね。セロハンテープはないっぽいっすね。ないっすね。すごい電気だな、これ。ゴミ部屋。そうだね。とりあえず戻るか。戻るときになんか起きんのかな。祖母の家に？あんまりホラー感ない。確かにね、なんかちょっと、ホラーっぽいっていうよりも、なんか探索って感じだよね。なんかホラーゲームっていうよりも、暗い部屋を探索、びっくりした。暗い部屋を探索してる感じ？今んとこだって何かあるわけでもなく、なんもないよね。なんもないね。和風っていうよりも、ほんと一軒家の中をこうなんか探索してる感じだよね。お、猫ジャーシー、和骨こんばんは。うん、お猫こんばんは。一軒家を探索してる感じ。ココこんばんは。タミタミこんばんは。まあ、リアルではあるけど、それがね、どこに行けばいいかがわからないんだよね。今、ガーッと見てるけど、なんもないもんね。さっき変な黒いコナン君が見かけたぐらいかな。一階に森塩は、そうだよ、森塩そういえば一階って見てねえな。この人形ぐらいじゃない？お、まだまだこんばんは。お風呂場だよね。あ、違う、これどこだったっけ？あ、ここお風呂場か。お風呂場は見たんだけど何もなかったんだよね。結局これどうすんだろうね。しかも皆さん大変なんですよ、このゲーム。どうやらですね、ドアを開けたら閉まんなくなるんですよ。そうすると俺が通れなくなる。困った。とりあえずどうする、これ。2階に上がるなって書いてあるぐらいだから、2階ももう1回見てみる。2階にもう1回上がってみる。エマこんばんは。廃墟っていうよりも2階上がってみる。でも2階上がっても何もなかったんで、ほら見てね、何もないでしょ。何かアイテムとかもない。なんもないんだよね、ほら、見て。事故物件なのか、これが廃墟って言ってるけど、なんかアイテム取らなきゃいけないとかなのかな。なんもないもんね、なんか取るものもないんだよ。お風呂の床下、板のそばに森そば？あ、違う、森塩っぽいのがあった。本当？ちょっと一回見てみる？森塩ね。廃墟になりたての家かもしんない。じゃあほんと笑わせんのやめてくんない？じゃあほんとマジ笑わせんのやめようぜ、ほんとに。誰かいるって。誰かいるって。ねえ、もうそんなこと言ってる場合じゃない、誰かいるって。お腹すいて、森そば置くやつ誰もいないのよ、そんな。出前取ったやつ誰、自分でやめようじゃない。ほんとそういうのやめようぜ。じゃあ誰かいるっても見て、ほら。そんなことよりも見て、目の前、ほら、誰かいるもん。誰かいるって、ほら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 。森そばもういいから。消えた。
キュート。消えましたけど、今のコナン君、コナン君の犯人っぽく、ちょいちょいなんか映ってんね、黒いのが。でも2回上がったら反応できたね。やっぱなんかイベントっていうか、なんか起こさなきゃいけないんだね。もう森そばのくだりいいから、もうやめて、怖いよね。空き巣？でもこれ逆から見ると俺が空き巣みたいだよ。コッペパンこんばんみ。そう、消えてドーンってくんのかなと思ったの。下降りるよ。どう？なんもない。そう、これ絵が怖いんだよね。なんもない。で、何？お風呂場に？リンゴワーコツ？お風呂場って言ったっけ？お風呂場になんか歩いてたんだよね。お風呂場に森塩が歩いてたんだっけ？これ一回。オッケー、閉じた。お風呂場に森塩。ウーバーイーツの人？足音ぐらいあんだろう。どこ森塩？どっかに森塩あった？どこにもなくない？森そば？食べなさい、森そば。食べろ食べろ。ないよ。ないよね。森塩じゃないんじゃない？セロテープ、なんでお風呂場にセロテープがあんのよ。何すんの、セロテープ。森塩ないっぽいな。森そばじゃない。あ、シャンプーの首か。ないね。こっち行ってみる？でも黒すぎちゃってわかんないよね。敵じゃねえや。その相手のさ、そういうなんか幽霊なんだか、人なんだかわかんないやつ。これやっぱ部屋が暗いから分かりにくいよね。どこにいるかだけど。ね、あんま見えないよね。森そば食べなさい。森そばどこのが美味しいの？富士そば？わかんねえ。そば屋とかあんまわかんない。みんなの方が詳しいんじゃないの？なんもないな。やっぱなんもないね。玄関の横のガラスの窓、こっち？ここ？包丁怖いよね。あと見てないところが、いや、多分ないんじゃないかな。これは間違って。ここ？ここは多分開かないじゃない？いや、開かないと思う。ここは開かないね。開かないみたい。うん。はい、し、ん？部屋を何回か行き来することによって何か発生するのかな？ないね。トイレとか開けてみる？もう一回。でもなんもないもんな。お風呂場も見たもんね。もう大体見たくね？わかる、ワンコそば食べてみたい。もう大体見たよね、俺ね。アイテムもなんもないね。このゲームね、アイテムを拾うっていうのがなくて。おりんちゃんこんばんは。こんばんは。なんもないんだよね。もう大体一周ぐるっと回ってきたぞ。どんとこい頂上現象。うん。何もないね。和室も行ったよね、さっきね。もう大体ざーっと、もう一回2回行ってみる。もう一回。もう一回2回行ってみる。目的がわかんないな。目的な的な言葉が出てきた。ここは心躍るところだから置いてかない。追いつきたいならゲランスタンダン行くしかねえ。まだ見つけてないセロハンテープあるん、いや、じゃ、セロハンテープはもういいんですよ。階段？ここ行ったらなんかいたんだよ。
犯人、そう、犯人がここにいたんだよ。やっぱなんもないもんね。ドーン、来るならドーンって来てほしいよね。やっぱねえな。あれ、ここってなんだっけ？トイレか。トイレ入ってみるか、一回。怖っ！ちょ、怖いな、あれ。怖い、これ怖いんだよ。あの絵がマジで怖い。こっちは何があったっけ？こっちは部屋ないのか。あの顔怖いよ。最近お、最近叫び声を聞いてない？え？だいぶ叫んでたよ、今まで。だいぶ今まで叫んでましたけど。え？最近叫んでるよな、俺ね。オクラ、あっ！ギターだ。叫んだね。ピアノじゃない、ギター、ギター。ギターで、ギター。びっくりした、何の音かと思った。ピアノかと思った。違うの、ギターか。びっくりした。叫ぶ、いやもう俺このゲーム叫ぶと思ってなかったからさ。さっそうとフラグを回収していったのか。すごいな、俺やっぱ天才だな。すごいでしょ、みんな褒めて、うん、もう多分やっぱこの隅々まで歩くことによってイベントが起きるみたい。ギターの音だね、今のは。ギターの音、完全にギターの音ですね。びっくり、いや俺がびっくりしたよ。でっかい音立てるとさ、マジでびっくりするから、ほんと怖い。さすが、あーやっぱり、あーありがとうございます。よし、じゃあこのまま下行こう。多分もう上は終わったべ。下行ったらなんか起きるべ。あ、やっぱ大きい音ってびっくりする。で、ほんで、そう、やっぱ何も音がないのはね、ちゃんと細かく見ないとイベントが起きないみたい。何もない、何もないな。お風呂場行ってみる。お風呂場、これでお風呂場行ったらなんか起きんじゃないかな。どう？やっぱ何も起きないな。何も起きないみたい。え？ぬいぐるみなくなってる？嘘？俺の家？いや、違う。勝手に入りました。クマのぬいぐるみなくなってる。あ、ほんまや！ほんとだ！クマさん消えてるわ。よく気づいたね。なくなった、なくなった。よく気がついたこと。全然わかんなかった、俺。違和感なく普通に歩いてて。歩いてたから分かんなかった。なくなってんね、クマさん。ってことはもうイベントがフラグが立ってるってことかな。じゃあこれ、これ包丁怖いな、これ。クマさんが行方不明か。探すか、どっかに移動してる。一人かくれんぼですか。もしかしたらなんか腹渡の中になんか米とか詰めてんのかな。やめ、やみちくりー、やみちくりどっか歩いていってんの。和風なんだかなんだか、これ電気全部バラバラじゃない、これ。今思ったんだけど、電気が全部バラバラ。ちょっとこっち行ってみるよ。森塩で塩水を入れるってこと。熊の子見ていったかくれんぼ。なんか俺上登れちゃった。これ絶対危ないやつじゃない、これ多分。大丈夫これ、あれ、いや違う、これいける、いけるんだこれ、もともといけるんだこれ。
俺裏世界行くかと思った今。何の音？包丁もあるし、コップもあるし、これ一人かくれんぼ用のやつじゃないの？何の音？何の音？何の音？トイレかこれ。トイレの音？頭？トイレかこれ。音がなくなってる。降りてきてる音？いや、これ上か？トイレじゃないの？トイレ開けてみる。トイレじゃないか。トイレではないみたい。お風呂場か。お風呂場行ってみる。叫ぶとき言ってね。ああ、大丈夫。もう叫ばないから。あれ、俺いつまでか背が高くなってる。あ、それはもともとだから。お、ゲオルギアはこっち。お風呂場ではない。2階だこれ。これ2階っすね。2階っすよ、2階。2階行きましょう。2階行くよ。これ降りてきてる音だったんかな。175センチです。大丈夫、もう叫ばないから。2階のどこに行ったらいいんだ。トイレか。どこにコンセントあんのこれ。トイレじゃない、トイレじゃない。年とともに縮むの身長って認めたくないものだな。これ見てたらなんか久しぶりにジオンのゲーム見たくなった。ジオンはね、あれはマジでね、 Wii リモコンがね反応しないんですよ。僕あの暖房地が狭すぎて。結構距離取らないと反応しないんですよ。上来たけどなんもないよね。ジオンは確かに怖いけど、あのゲーム。でもあのゲームやりすぎて次の内容分かっちゃってんだよね。やっぱなんもないな。近すぎると反応しないんですよ、Wii のやつって。ハート押すな、ハート。うん。ダンボッチはずっと一生残ってどういうこと？やめて、誰もいない。俺一人しかいないんだけど、やめて、その中、他に誰かいるみたいな。え、なんもないよ、2回。1回帰る。あ、そう、恐怖体験、呪音。行ってみる。上何もなかったよ。何も変わってないものはなかったよね。変化があるか。いや、何もないな。リビングでテレビで見てるけど怖すぎてスマホ画面に逃げてる。クマさん？クマさん、あ、クマさん拾ってみる。ちょっと待って、クマさん拾ってみるか。おりのりのこんばんは。クマさんとこ行ってみる。森の安藤さん。タミこんばんは。ペロ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 。取れないね。取れないね。取れないわ。ここなんかあるかなと思ったけど、なんもなかった。なんもないね。何だったんだろうね、あの音ね。なんもない。他のとこ？しゃがめない。このゲームね、しゃがむというコマンドがないんですよ。
こういう時の和室は怖い。和室というか、まあ和室は一箇所しかない。これほぼほぼなんか洋室だよね。日本の、なんかその、置いてあるものは日本だけど、でもまあ作った作者さんは日本人だけどね。りーちゃんはこっちで。スマとかは開けらんないっぽいんだよね。いろいろ開けられるかなと思ったんだけど。包丁飛んでったぞ。包丁が飛んでった今。びっくりした今。包丁ビューン飛んでくるのびっくりした。びっくりした今。いや俺がびっくりした。いや無理無理無理、叫ぶの無理です。叫ばないのは無理でしょ、さっきのは。いや俺が心臓が悪いわ。危ねえのと怖えのとかもうびっくりした。いや俺も反射的にかわした今。びっくりした。どこ飛んでったの包丁。包丁どこ飛んでった今。うるさいスタンプありがとうね。そういう時に使うのね。え、包丁はどこ飛んでった。なんか今スパーンって飛んでったけど、こっちもびっくり。エローすいまへんな。エローすいまへんな。包丁どこ飛んでったの。ん、包丁はどこ飛んでったんだろうね。すんごいまっすぐ飛んでたもんね。こっから飛んでったから。あ、そう、スタンプ1個増えてる。そう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 、徐々に増やしていくから。それよりも包丁がどこ行ったんですかね。ここですかね。どうですかね。無限の彼方に飛んでった。嘘でしょ。そんなバズライトイヤー伝説が。そんなバズライトイヤー伝説が存在するのか。クマんとこ行ったの。一回クマんとこ行ってみる。じゃあ壁に刺さってる。ちょっと待って、一回クマんとこ行ってみる。俺の顔には刺さってないですね。俺は鋼の肉体なんで。国家錬金術師なんですよ、元俺は。の弟だったんですよ、中身は。これいや、でもこれ固定だよ、これ。ほら。顔に傷あんのに。あ、せやで。さっき包丁かすってったかな。いや、違うみたいで、ここじゃないみたい。うん。違うみたいだね。体もて、そうだね。透過交換で。デッドバイデイライトのキラーのシェイプ。デッドバー？え、どうぞ、これ2回行ってみる？もう1回。ちょ、1回2回行くわ。2回まで飛んでったんじゃない？包丁多分2回まで飛んでったんだべ。どういうことやねんって話かもしれないけど、このゲームだったらやりかねねえ。行ってみようか。ほら、俺なんか怒ってるもん。あ、待って、ここ行けるようになってない？あれ？こんなとこ部屋あったか？顔がある？あれ顔かな？あれ、これトイレだった、ここ。あれ顔？あれ顔か。これ顔？コップだ。これ多分塞がれてたんだな、多分ね。棚に。一瞬顔かと思ってね、これ。なんだ？え？なんだ？閉じ込められた。待って、盛り塩されてる。ほら、盛り塩の塩がない。待って、各地に盛り、あ、お父さん、お母さん、今までありがとう、りょうた。りょうたくん。やばい、塩がない。塩補給しないと。待って、森塩全部舐められてんじゃん、これ。多分。あれ？これもしかしてこの椅子ってそういうこと？これ多分、りょうたくんの部屋だべ。
塩完全に舐め切っちゃってんじゃんこれ。うわっ、ちょっと、落ちる。こんばん、ゆって書いてあるの。ん、あ、首吊ってるやつか。電気消えた。ここでじゃあ首吊ってたんだね、多分これね。あ、これ椅子かこれ、あ、椅子が倒れたやつ。お、言ってか、なんかのメッセージかなちょ、やめて、そういう風に。ちょ、本当にあかんて。なんか今までさ、こうパスワードとかいろんなのを見つけなきゃいけないという頭にいるから、多分なんかのパスワードか記号かなと思う。これ椅子が倒れてんのねそういうことか。やめて、そういう風に。よし、とりあえずこれもう帰っていいのかな。でもみんな大体まだ言うかなと思うじゃんね。とりあえずこれ帰るよ。でしょ。いや、ほら俺だけじゃないじゃん、言って見えたの。和田アキ子に見えるけども。帰ろう。クマさんいた？え？どこ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 ？クマさんどこ？帰れるの？いや、わかんねえ。どこ？クマさんどこ？どこにいた今、クマさん。え？クマさんいただろ？え？どこ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 ？俺以外きっと椅子にしか見…いや、じゃあ俺以外にもいた。クマさんどこ？和田アキ子の隣？それ通じちゃうのがすごいね。どこどこ？クマさん…え、いないよ？あ、ほんまや。ちょい重くなってきてるね。ほんまや。クマさん、ここにいる。帰ろう。ここはダメだ。ここは危険な匂いがする。ここは危険な塩の匂いが。帰ろう。固めがないのは何だろうね。なんだ、え、なんだ、え、なんだ。クマさんの人…いや、なんか塩を持ってあそこで盛り塩したらいけんのかな。なんか上なんか上がってったけど、今走ってった。どこ行った今。なんかここじゃないな。もうなんか俺のなんか取っててね、俺の。お、めぐみはこっち。りょうたくん帰ってきたんかな、家に。一瞬電気ついた。いや、これこのゲーム電気ないんだよ。ちょっと塩持ってこよう。塩一回、ちょっと塩持ってこようね。塩持ってきて、ちょっと台所から塩持ってきて、ちょっと盛りましょう。森政子。そう、塩。博多の方がいいな。博多の塩かなんか持ってくる。台所どこだったっけ、こっちらへん。台所、こっちだ。りょうたくんが徘徊してんだよな、これな。森泉。でもそんな、あれ、あ、そっか、包丁飛んでったんだっけ、これ。塩でもねえな、これな。見てこれ。塩ないよ。粗塩。塩ないから、まあ、塩がないっつって。あ、クマさん消えとるかな。クマさん消えとるかな。あれー、あ、俺が閉めたのか今。びっくりした。 E ボタン押しまくってE ボタン押しまくってたら。お風呂場行ってみる。お風呂場行ってみよう。これトイレなんか拾えるかなと思って E ボタン押しまくってたらドア閉めちゃった俺がやってた。お風呂場行ってるけど何もないんだよね、ここね。ほら見て、
これ玄関に行ってみる。もう多分終わったんかな、やること。もしかしてこれやること終わったっぽくないか。玄関に行こう。多分帰っていいんじゃないかな。2階に上がるたんびに怪奇現象起きてるからさ、もう帰ってみよう。え？ん？え？嘘でしょ？え？いや、え？なんか探索終了って出たけど、結局どういうこと？結局そのりょうたくんの自殺してしまったっていう家に潜入したってことかな、結果的に。そういうこと？あっさり終わった。本当に探索ゲーだったね。あっさり塩味、盛塩されてたけど。いやでもコンプリートって出てなかった、今。湯で塩、いやそれは椅子が倒れてるやつですね。わかんない、盛塩の意味は多分おそらくなんだけど、このゲームの趣旨はそのこの家に入って、この家で怪奇現象が起きてるっていうことで、多分盛塩されてると、やっぱ悪霊が出るという、幽霊が出るから探索しに行って、まあ原因が分かったから、はい帰りましょうねってことでしょう、それ。うん、コンプしないと本当はこのドア開かなかったみたい。クレジットはあのあれ、今まで携わってますよっていう人たちですね。和弘さんっていう方が作ったホラーゲームですね。まあでも怖かったね。なんか普通に怖かった。あの俺まあまあ叫ばないと思ってたんだけど、まあ叫んだね。あの包丁飛んだのちょっとマジビビったスポーンって飛んでったのマジで焦ってビビったわ。うん、一人かくれんぼっぽいけどね。なんかその包丁と包丁と、あとなんだ、包丁とクマさんとしようっていう風になってきたら、そんな感じだよね。あと音がやっぱないのが一番怖いよね。音楽がないでそのままが一番怖かったけど、うん、ってな感じですかね。今までまあ確かにね、そう椅子にこうゲーミングチェアなんですよ。リアルな肝試し感があってね、うん、あれなんか親父のやつ逆さになってんだ。これゲーミングチェアだよ。そうだよ。これちょっとゲーミングチェア、ちょっと、あ、これじゃねえ。これか。ほら、ゲーミングチェア。バカボンのパパじゃねえよこれ。やめて。それ著作権に引っかかっちゃうんで。いや探索に行ったのはなんだろうな。多分なんか原因があったから行ったんじゃないかな。裁判にかけられてね、なんで俺が俺なんで俺裁判官が俺の目の前にいるんだ。これ何か、この右下が裁判官かこれ。空気性鍛えてるんで、俺のこのムキムキの体見て、これすごい気になるんだけど。バカボンじゃん、違う、何バカボンのパパじゃないでしょ。やめて、そうなんか著作権に引っかかっちゃうんで、はい、やめてください。これバカボのパパじゃないです、やめてください。あとこれ俺目細すぎてね、目つぶっちゃうの。これなんかこれ対処レインくんが動くと一緒に連動してんの。どれが何が、俺が、あこれ俺、そうだよ、右下の旧レインくん、これ右下の俺じゃないから、これ元々の俺の顔じゃないんだ。俺のパパじゃねえよ、バカボンのパパじゃない。これちょっとどうにかしなきゃいけないね、これね。多分俺目細すぎて、目かっぴらかないと、こんな、目つぶっちゃう。目、そう、あの、笑ったりとか、すると、俺、こう、目がね、こう、これになっちゃう。だから、こう、俺の多分、暖房値が暗いから、多分、反応してないんだよ。そうなんですよ。だから、ちょっと、俺の顔を、ちょっと待ってくれる？ちょっと待ってね。
これ。あ、ほらほら、これ。近くしてやると、なんかこう、画面が明るくなるから目、あれなんだけど、あの、俺のダンボッチ明るくすれば多分目が開くんだけど、多分ね、普通にしてるとこんな風になっちゃう。目が細すぎてね、あの目が開かなくなっちゃう。ちょっと対処しとき、なんとか頑張って対処しておきます。はい、なんとか頑張っておきます。なんとかやっておきますね。何かやるときに、あ、まあそれはそうだね、それはそう、どうにかなんとか頑張ります。かわいい。細くてね、目がつぶっちゃうんだ。もう目細いもんね。ランタンかなんか明かりを入れると多分結構明るくなる。そうそうそう、てな感じですかね。どうですかね皆さんね。てな感じですかね皆さんね。よいしょ、ちょっともう消していいですか。ちょっとよいしょ、あー、よいしょ。よし、まあ次の予告をとりあえずしましょうか。次の予告を、あ、そう、高評価のボタンを押しといてくれたら、皆さん高評価のボタンを押しといてくれませんか。高評価のボタンを押してくれませんか。よいしょ。次はね、サメのホラーゲームをしようかな。あの前言ってたサメのホラーゲーム。あー、押した、あー、ありがとうございます。あー、すいません、エロすいませんな。うん、エロすいませんな。サメのホラーゲームをしようかな。前やるつもりだったホラーゲームのサメ、水の中が怖い人はちょっとしんどいかもしんないな。でもまあ大丈夫だよ、みんな泳げるし、うん、みんな水大好きっしょ。サメ、俺めっちゃサメ好きなんですよ。どんな感じの、なんかね、水中になんかその女の人がなんか取り残されて、その下でサメがうごめいてるホラーゲームらしい。そうで、それはすぐ多分終わっちゃうと思うから、だからもう一本ホラーゲーム用意しとく。もう一本は何やろうかな。まあ2本立てかな。2本立てのホラーゲームしましょう。食べんのフカヒレを。うん、まあでも2本立てやりますよ。2本立て。そう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 、サメともう一個のホラーゲーム2本立て。それは火曜日やろうかな。火曜日、明日はお休みで。そうだね、火曜日だね。次は火曜日やりましょう。火曜日、そのちょっと、じゃあその映像だけ見ようか。じゃあその映像っていうか、その画像、そのサメのやつ見せるか。サメの、だから前までバイザーつけてたの、どういうこと。あれ、何、海の中に泳ぐやつ、なんかなんつうんだっけ、海に泳ぐやつの、つけるやつ、顔に、なんだっけ、あれ、なんだっけ、あれ、なんて言うんだっけ、サンバイザーじゃなくて、あ、シュノーケル、それだ、シュノーケル、シュノーケル、俺シュノーケルつけてねえぞ。あれ、あ、俺これですね、これです。もう見た感じ怖すぎでしょ、これ。女の人が今からサメに食われる一歩、ほんと2秒ぐらい前。うん。これ。めちゃくちゃ怖いらしい。多分最初多分ね、ああ、そう、ほんとこういうホラーゲームね、これ。なんか海底47マイルみたいなホラーゲームだね。絶対怖いよね、これね。そうそう。これを今度やります。火曜日にね。ちょっと怖いと思うんで、皆さんよかったらやりましょう。そう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 。俺も結構こういうホラーゲームめっちゃ好きだからさ。そう、前やろうって話になったやつ。これ火曜日にやりましょう。よし、じゃあ終わりますかね、今日はね。じゃあね、今日終わりますか。だから前までバイザーつけてたのか。何、コメントバグったこれ。コメントバグったのかこれ。よいしょ。まあ、楽しみにしといてくれたら。だから前までコメントバグったこれ。呪われたか。呪われたのか。
大丈夫か呪われた森塩の効果きたこれ。呪われてるわ。バカだ。もう分かったから、バイザーの下りはもう分かったから。バイザーの下り分かったから。そう、分かった分かった。バイザー分かったからね。もうよかったからね。よし、じゃあ終わりますか。じゃあお疲れちゃん、みんな。よいしょ。あとね、なんだっけ。メンバーシップに入ってくれた人とかね。もうもう一回言いますけど、ありがとうございます。ね。なんだろう。カウントダウン TV じゃねえよ。何をしたんだっけ。バイザーじゃなくて、森塩じゃなくて、何を、あ、メンバーシップ限定の配信ね。そうそう。メンバーシップ限定の配信は、まあ、ちょっと内容は考えとくわ。火曜日ね。名刺の入り方は、クレジットカードがあれば、あと、クレジットカードない人は、なんかバンドルカードでもいけるみたい。あ、そう、限定配信。もちろん、だってみんなせっかくね、入ってくれてる人もいるのに、ね、なんか、せっかくお金払ってもらってるから、なんかそれなりに何やろうかなって思って、何をすればいいか分かんないから、ちょっといろいろ調べてさ。まあ、今月のどっかのタイミングで2回ぐらいやったらいいんじゃないかな。ね。配信の内容もね、なんか考えなきゃいけないもんね。なんか普段なんか、例えば前にやったホラーゲームもう一回やるのもいいし、唐揚げ、それはいいからもう。お腹痛いし。あ、もちろん限定配信、もちろんするよ。でもそんなたくさんやんないよ。本当に2回、月2回ぐらい。そうそう。課金とかね、してくれてる人もやっぱりいるからね。メンバーシップっていうのは、なんか俺の、ほら、みんなが使ってるスタンプとか、あるじゃん。それもこう使ってくれたりとか。あとはその、なんか、名前に、緑色の名前になるのかな？これ入った方は。唐揚げ？もういいよ、もう唐揚げ。もう食いたくない。もう勘弁して、もう唐揚げもう食いたくない。うん。無理しなくていいから。キャリア決済ってどうなんだろうね。できんのかな？メンバーシップってキャリア決済できんのかな？その、YouTube って。メンバーシップギフトで入れない子とかいるの？メンバーシップギフトも俺よくわかんないんだよな。盛りそば？盛りそばはもういいかな。盛りそば置いてあったら怖いでしょ。ちょっと待ってね。メンバーシップの、YouTube のメンバーシップだよね。おたかしこんばんは。もう終わったで。森塩したよ、もう。メンバーシップ。キャリア決済だね。支払い方法で見ればいいのかな。クレジットカード、デビットカード、プリペイド、ブランドプリペイドカード、ペイパル、Google Pay だってさ。Google Pay。え？あ、違う。Google Play か。キャリア決済っていいよね。でもね、それ簡単なんだけどね。あ、使えるよ。使える。見てこれ。なんかキャリア決済使えるって書いてあるよ、これ。ほら、使えませんでした。すいません、嘘つきました。ごめん、使えないって書いてあってよく見たら。すいません、嘘つきました。すいません、嘘つきです。僕は嘘つきだった。なんかよく見たら、使えないって書いてある。すいません、使えませんでした。すいません。いや、なんか、使えるって書いてあったから、この流れ使えるって書いてあるのかと思う。よく、今出した瞬間、使えないって書いてある。すいません、期待させて落とすようで申し訳ございません。すいません。見間違いです。すいませんでした。クレジットカード、プリペイドカード、デビットカード、オンライン経済の場合は、ペイパルだけしか使えないみたいですね。すいません。僕が見間違いです。すいません。上げといて落として、ほんとごめんなさい。ショック。だから、オンライン経済の場合はペイパル。あとは、デビットカードとかだね。バンドルカードとかだね。おそらく、こういうのは。ペイペイじゃなくて。いや、ペイパルだよね。多分これね。多分これペイパルだね。これはペイパルだと思うよ。ほら。ペイパル。けど、Android 端末やと、Google で定期購入キャリア経済ができんの。
でも iPhone の場合だと、 iPhone の場合は Google じゃないんだよね、あれ確か iTunes なんだよね。バンドルカードっていうのはクレジットカード持ってない人が持てるカードってことだね。そう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 。PayPal も結局クレカ登録が必要なの。あ、そうだよね。あ、でも俺 PayPal の支払いは俺あれにしてるよ、あのバンドルカードに使ってるよ。あのクレジットカードじゃなくても、あのなんだっけあれ、クレジットカードじゃなくてあのバンドルカードでも全然使えてた。俺 PayPal で買い物するときバンドルカードにお金入れて使ってるもん。うん。iPhone カード、あ、 iPhone カードは使えないと思う。あの Google の人なんだっけ、 Google っていうか Android の人は Google の、なんか YouTube って Google だから、iPhone はもう支払い方法はもうそのバンドルカードぐらいしかないんだよね。そうなんだよね。 iTunes カードは使えないみたい。バーチャルカードはそう誰でも使える、てか普通に作れる、別にお金かかんないよ。あのお金を1000円だったら1000円もチャージして、まあ要はプリペイドカードだよ。あのクレジットカード持てない人とかクレジットカード使うのが嫌だっていう人のためにあるカードだから、それは別にカードとして使うわけじゃなくて、その携帯にカードっていうものがちゃんと あって、それをかざすだけで使いたいとか、そのそう毎月1000円だけコンビニで支払ってそれを使ったりとか、まあチャージ、まあ自分でチャージして使う、まあクレジットカードもどきみたいな感じだと思う。ああ、るいよ、ありがとう。うん、そう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 、バンドルカードって調べてみたらすぐ出てくるよ。お金かかんないよ。そのなんかカード作ったから月々いくらいくらっていう風になるっていうのはない。本当に自分で使いたい時で1000円じゃカードに入れといて、その1000円で買い物したりとかできるっていうだけ。まあ要はクレジットカードはね、もう無限に使えちゃうかもしれないけど、それは自分でチャージしたお金分しか使えないから。ありがとうレイヤー、メンバーになってくれて。そうそうそう、あのコミュニティに一応そのメンバーになった時に使える絵文字みたいのもちゃんと見せてある、あの載ってるから、そう見てくれたら。まあ多分みんな分かんないもんね。俺も結構いろいろ調べたりとか、そのなんだろう、あのいろいろとやってるから、 俺ら分かんないからさ、 YouTube っていうところで放送して、みんなは YouTube っていうところでコメントしてくれてるからね、お互いちょっともう1年経ってるじゃん。だからもうそろそろ慣れてきたから、今度はじゃあ YouTube のメンバーシップっていうのもね、こう入ってもらって俺の放送を見てくれてるから、それなりにね、やっぱりなんかやっぱお金がかかるとね、やっぱりね、なんかその何か払ってくれた人にね、なんかしてあげたいなっていうところもあるし、もちろんちょっとねお金がないし、あとは貼れないよっていう人にも、もちろん今まで通りの普通通りの配信は変わらずやるつもりだから、全然そういうなんかなんだろう、お金払ってもらってるから特別扱いっていうのは本当ない。お金ないよ。あー、すいません、なんかなんか すいませんね、お金ないのに、なんかね、あの500円っていうものを大金をお支払いしていただいて、ね、あ、みんなの銀行とかもいいかもしんないね。でもあんまりそういうのはね、本当にお金がかかる、自分の支払ってお金かかるのはいいんだけど、クレジットカードとかね、もう本当にバンドルはスマホ経済もあるって、それでチャージできるらしい。お金ない、すいません、なんか免言配信とかもした方、あ、もちろん メンバーシップ限定の配信ももちろんもちろんしますよ。もちろんそれね、せっかくお金払って戻ってるからさ、それなりにちゃんとしたホラーゲームとか、なんかその他のゲームやったりとか、まあ話したりとか。おそらこんばんは。うん、わかんなかったらここにいるお兄さんとお姉さんに聞いたらいいんですよ。そう、わかんないことがあったら、バンドルカードのアプリ出た？そう、ちょっとやってみたらいいんじゃないかな。あ、今朝、すいませんでした、すいませんでした。火曜日に一応やるし、あれ？ありがとう、仮面ちゃんありがとう。あれ、俺これ放送してなくてもメンバーシップって入れるのかな？どうなんだろう。俺放送してないとメンバーシップっていうのに入れないのかな？名刺プで500円、まぁ、ちょっといろいろ考えたのよ俺も。500円はやっぱみんなのしてはやっぱそうだよな、高いよな、でもどうしようかなつって。あ、放送してない時に入ってくれたの、
入れるんだ。あ、じゃあそしたらまあいつでも本当気が向いた時でいいよ。あ、入れるんだね。うん、まあ、気が向いた時にね、あの本当にそんな無理せんでも、みんなはあの本当にね、俺のホラーゲームで何かこう面白いと思って入ってきてくれてる人たちだからね、期待を裏切ないようにね。いつでもメンバー入れるって、面言で参加型でも、あ、でもそれでもいいしね。例えば麻雀するのもいいし、まあ、麻雀じゃなくてもね、なんか例えばあのババ抜きのあの参加型でもするかなんか携帯にさ、スマホにあんじゃん、なんだっけ、あのなんだっけ、あのなんか前やってたじゃん、なんだっけ、あのあれ、4人でできるやつ、なんだっけあれババ抜きかなんかやってたじゃん俺らあ、トイレのやつでもいいしね。あるんだよ、なんかそういうやつ。大富豪だ、大富豪オンラインみたいななんかあるんだよね。そう、大富豪オンラインがあるんだよ。ちょ、あれあれやるか、じゃああれにババ抜きとかあるんだよ。そう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 、だあの携帯にスマホに、なんか Android と iPhone に大富豪オンラインっていうのがあるのね。その大富豪オンラインはあの4人でできるんだよ。だから交代交代でやってたんだよ。そう、だいぶ昔なんだけど、そう、それはあのスマホを持ってる人は誰でも参加できるから、あれまあ結構面白かったんだよなうーん、ババ抜きとかできるしね、大富豪はできるからさ、そう、まあまあ面白かった。ああいうのもいいんじゃない、一緒にやるんだったらね。さ、トランプゲームね。うん、誰だ絵文字連打してんのこれ。そう、まあまあそれはまた後の話で、今日はもうホラーゲームね終わったんで、木曜は終わりますか。じゃあ皆さん、火曜日にお会いしましょう。火曜日あのサメのホラーゲームですね。じゃあお疲れ様でした皆さん、おやすみなさい、ゆっくり休んで、また火曜日、明日から頑張りましょうね。今日はあの真夏でくっそ暑かったんで、俺外出る気もなく、一人であのファイナルファンタジー10っていうあの見るなんかムービーだけしかない YouTube を8時間ずっと見てた俺今日暑すぎて外出らんなくてじゃあお疲れ様皆さん、ゆっくり休んで、また火曜日にお会いしましょう。皆さん明日から頑張りましょう。お疲れ様です。お疲れ。